明治20年江戸の昔から旗織りが盛んだった遠州の農家に鈴木の初代社長鈴木道夫は生まれました。14歳、大工の修行に出た道夫の運命を時代の波が大きく変えていきます。戦争の影響で仕事がなくなった多くの大工は食器の製作を受けようようになりました。道夫もまた食器作りに将来をかけてみようと決意し、修行を終えた後独力で木鉄混成の足踏み食器を作り上げました。この記念すべき第1号機は母親の町に送られました。こりゃすごいよ道夫、仕事が10倍はかどるよ。これに自信を得た道夫は21歳の秋、鈴木式食器製作所を立ち上げます。遠州地方は島柄や格子柄の産地として有名でしたが、従来の食器で格子柄を織るには大変な手間と時間が必要でした。道夫は熱心にお客様のもとへ通い、さまざまな要望を丹念に聞いて回りました。簡単に格子柄を織らないかね。横糸の交換が自動にできたら楽なんだが。どうしたら格子柄を簡単に織れるのか。道夫が着目したのは横糸を通す火の動きでした。道夫を駆り立てたものは小規模経営が多かった遠州の綿織物業界に役に立ちたいという強い使命感でした。そして明治44年、創業からわずか3年で道夫と鈴木の将来を運命づける技術開発に成功しました。それが火箱の上下機です。横糸を通す火を上下させることで簡単に格子柄を織ることができる革新的な発明でした。食器業界に大きな衝撃を与え、納入先は全国へと拡大していきました。常にお客様の側に立って発想する一応の総理の勝利でした。お客様が欲しがっているものならどんなことをしてでも答えろ、頑張ればできるもんだ。この言葉は鈴木のものづくりの精神として現在まで脈々と受け継がれているのです。